広島県民デイリー。7月、広島県がん検診啓発特使を務めるデーモン閣下が広島県庁を訪れました。広島県民の諸君、我々はがん検診受診率、がん対策、日本一を目指して広島県として取り組んでいるわけであるが、まだまだ我々の理想には、遠い数字が現れている。県民全員で一丸となって日本一を勝ち取りに行こうではないか。デーモン閣下の言葉を受けて、山内さんと真由ちゃんはがん対策について調査。訪ねたのは府中市役所健康医療課です。府中市ではがん検診受診率向上のためにどんな取り組みをされてますか？はい、府中市ではこのように健康審査のお知らせを毎年度初めに各世帯に配布しています。このようにがん検診について記載しています。あとですね、府中市ではこのようにがん検診の受診券というものをお送りしています。個人個人に分かるように送付しているものです。私もがん検診を、ね、受ける年齢だったんですけど、はい、こういうふうに個別で届くとありがたいですね。そうですね。でさらに府中市では、対象の方に、おはがきとかお電話でがん検診を受診していただくようお勧めしています。いずれの検診も検査自体は10分から20分で終わるものがほとんどです。朝一番に来ていただけるとお昼前に終わるような時間になっています。検査自体は思ったより気軽に受けることができるんですね。そうですね。広島県内の市や町では国保対象者など該当する方にがん検診のお知らせを行っています。がん検診のお知らせが届いたらがん検診に行きましょう。続いて訪ねたのは協会憲法広島支部です。協会憲法は県内の企業5万社が加入する健康保険を運営。保険証は水色です。協会憲法ではどのような取り組みをされてますか？はい、まずは働き盛り の方についてですが、35歳以上から普通の検診とがん検診がセットになった検診が ありまして、7割以上の補助ができるようになっております。事業主の方はこの検診費用補助制度を活用して従業員の方にがん検診を進めましょう。働いている方は定期的に健康診断を受ける機会があると思うんですけど、はい、働いていないご家族の方はどうしたらいいかわからない方も多いと思うんですよ。はい、はい、協会憲法では働いている方のご家族に対してがん検診の受診機会を提供するために、広島県や市町と連携して市町が実施するがん検診を受診できるようになっております。で、がん検診も行ってない人に対してはデモン閣下のハガキなどが届きますので、届いたらすぐにがん検診に行っていただきたいなと思います。がんを早期に発見する唯一の方法はがん検診ですので、早期発見すれば完治する可能性も高いですからね。がん検診の種類は5種類あります。それぞれ対象者や頻度はご覧の通りです。検診を受けることで早期発見につながります。広島県からのお知らせ。がんは早期発見で生存率が飛躍的にアップ。早期発見の唯一の方法は検診です。この顔にガーンときたらがん検診。ワークワークママサポートコーナーは子育てママの働きたいを応援します。就職への一歩を踏み出すため、ぜひご利用ください。里山プレゼントが当たる。広島県民テレビで検索して応募してください。